ディープステートと初めて接触した日本人、ジョン万次郎についてお話しします。1839年、ウィリアム・ホイットフィールドがブリッジウォーター、アメリカのマサチューセッツ州のアルベルティーナ・キースと婚約します。1841年1月27日、早朝、船頭の筆之助、漁労係の筆之助の弟・茂助、矢倉係の五右衛門、矢倉係の虎右衛門、滝係のジョン万次郎の5名が足摺岬、現在の高知県土佐清水市での、アジ・サバを対象とした漁のため、宇佐浦、現在の高知県土佐市宇佐町宇佐を出港します。1841年1月30日頃、この5名の乗った漁船が強風により難破します。1841年2月4日頃、この5名の乗った漁船が鳥島、現在の東京都伊豆諸島に漂着します。その日のうちに洞窟を発見し、寒さをしのぎ、以降その洞窟を住居としました。鳥島は火山島のため、岩から水が染み出してくる場所があり、そこで水分を取り、海藻を食べました。また、鳥島はアホウドリの繁殖地であり、アホウドリを捕まえて天日干しで食したりもしました。1841年6月27日、鳥島にいたこの5名が、ウミガメを食料として捕獲するために鳥島に立ち寄った船長ウィリアム・ホイットフィールド率いるアメリカの捕鯨船、ジョン・ハウラド号の乗組員に発見され、鳥島から救助されます。ジョン・ハウラド号は、ホイットフィールドと親友、ウォーレン・デラノ・ジュニアが共同で船主を務め、1620年11月21日にプリマス、現在のイギリスのデボン州から、プロビンスタウン、現在のアメリカのマサチューセッツ州に上陸したメイフラワー号の乗組員の一人であったジョン・ハウランドの子孫にあたるハウランド家がオーナーを務めた船でした。このウォーレン・デラノ・ジュニアというのはフランクリン・ルーズベルトの祖父にあたります。1841年10月、ジョン・ハウランド号がクジラ漁の季節が終わったためホノルルへと向かいます。1841年11月20日、ジョン・ハウランド号がハワイ王国のホノルル、現在のアメリカのハワイ州の港に寄港します。この航海で15頭のクジラを捕獲しました。ウィリアム・ホイットフィールドは役所へ行き、筆之助、茂助、五右衛門、虎右衛門、ジョン万次郎を連れて事情を説明しました。ホイットフィールドは当面の生活ができるよう、おのおのに対し、洋服1着と50セント銀貨を与えました。また、他の船員たちもお金を出し合い、街灯を与えました。ホイットフィールドは万次郎の聡明さを見抜き、筆之助に対し、万次郎を北米大陸に連れて行き、教育を受けさせたい旨を伝えました。筆之助は万次郎に判断を委ねさせました。ホイットフィールドは自身の故郷であるフェアヘイブン、アメリカのマサチューセッツ州へと誘いました。万次郎はホイットフィールドから世界地図を見せられ、日本がいかに小さいかを自覚し、好奇心から同行させてほしいと願い出ました。1843年5月7日、ジョン・ハウランド号がタヒチ、フィジー、グアムを経由してニューベッドフォード、アメリカのマサチューセッツ州のブリストル郡に寄港します。この日、ジョン・万次郎はフェアヘイブンのチェリーストリートのウィリアム・ホイットフィールドの自宅で一晩を過ごしました。1843年5月8日、ウィリアム・ホイットフィールドは結婚のためシピオ、アメリカのニューヨーク州会話郡にいるジョージの元へ向かいます。ホイットフィールドはその間、ジョン・万次郎をフェアヘイブンのオックスフォードストリートにあるホイットフィールドの友人、エベン・アキーの自宅に下宿できるよう手配しました。また、アキーの提案により、万次郎は隣にあるオールドストーンスクールの教師を務めていたジェーン・アレンとチャリティ・アレンの姉妹の家に通い、英語の読み書きを教わりました。ジェーンは本年の秋から正式な学校教師になる予定であり、その準備として万次郎を指導しました。また万次郎はアレン家の半地下室兼台所で姉妹手作りのお菓子をご馳走になったりしました。1843年5月31日、ウィリアム・ホイットフィールドとアルベルティーナ・キースが結婚します。以降、ジョン・万次郎はホイットフィールドの自宅やスコンティカットネック、アメリカのマサチューセッツ州フェアヘイブンにあるホイットフィールドの所有する農場で生活しました。その後、万次郎は初級学校のオールドストーンスクールに入学しました。万次郎以外は全員ネイティブで、英語の読み書きに苦労しましたが、優秀な成績で卒業しました。さらに高等学院であるバーレットアカデミーに入学し、航海術、測量、造船学を学びました。1844年、
ウィリアム・ホイットフィールドがウィリアム&エリザ号の船長としてニューベッドフォードから出航します。1846年、ウォーレン・デラノ・ジュニアがアメリカに帰国します。その後家族を作り、株式投資により安泰な生活を送りました。たびたびフェアヘイブンで暮らしていたジョン万次郎を訪れていました。1846年、ジョン万次郎がバーレット・アカデミーを優秀な成績で卒業します。1846年、シゲスキが病死します。オアフ島の金を経、現在のアメリカのハワイ州に埋葬されました。1846年5月、3年前にジョン・ハウランド号にジョン万次郎と共に乗船していたアイラ・デイビスが万次郎の元を訪ね、万次郎に捕鯨船フランクリン号の乗組員に誘います。万次郎は日本近海に向かうことを知り、母に会うために帰国を決意しました。1846年5月16日、フランクリン号がアイラ・デイビスを船長としてニューベッドフォードを出航します。ジョン万次郎は荷物の中に遭難以来大切に持ち続けていた母の作った一枚の着物を詰め込み、給仕係として乗船しました。1846年9月、ウィリアム・ホイットフィールドがホノルルに上陸します。その後、筆之助と五右衛門を日本に帰国させるべく船を手配しました。帰国の件は当初はトライモンには知らされていませんでしたが、筆之助によって伝えられました。1846年12月頃、筆之助と五右衛門を乗せた船が日本へ向けてホノルルを出航します。トライモンは当初は記憶に傾いていましたが、出航直前に翻意しました。1847年、トライモンがオアフ島の現地の女性と結婚します。トライモンは大工についていました。1847年3月、ジョン万次郎がボストン、ファイアル島、カーボベルデ群島、ニューアムステルダム島、現在のフランスのアムステルダム島、クパン、現在のインドネシアの東ヌサトゥンガラ州、セラム島、現在のインドネシア、そしてニューアイルランド、グアム、千島を経由して、琉球王国に上陸します。しかし、鹿児島藩の役人に、外国船から降りてきた人間を上陸させられないと言われ断られました。これまでの事情を説明しようとしますが、片言の日本語しか話せなくなっていました。1847年3月31日頃、筆之助と五右衛門が八丈島への上陸を試みますが、波風が強く失敗します。1847年4月、筆之助と五右衛門が蝦夷の東海岸に上陸しましたが、全く人がおらず、船長の指示で引き上げました。1847年10月、筆之助と五右衛門がホノルルで寄港します。1847年10月、フランクリン号がマニラを経由してホノルルに寄港します。ジョン万次郎は、別れた漂流民に会うために役所に行き、日本人1名が住んでいるという場所を教えてもらい、そこへ向かい、トライモンと再会しました。さらに、筆之助と五右衛門とも会い、本年3月に八丈島への上陸に失敗した旨を聞きました。万次郎は、また機会がある。3人で日本に帰ろうと言って励ましました。1847年11月、フランクリン号がホノルルを出航します。この頃からアイラ・デイビスが精神病になり、刀や鉄砲を振り回すようになりました。デイビスは乗組員によって監禁されました。そこで新しい船長を選ぶために投票を行い、一等航海士のアイザック・エイキンとジョン万次郎が投票でトップとなりました。結果、年長のエイキンが船長となりました。1849年8月、フランクリン号がイカを経由して、ギルバート諸島、グアム、セラム島、クパン、セントヘレナを経由して、数千タルの原油を船倉一般に積んでニューベッドフォードに寄港します。万次郎は350ドルの配当金を受け取りました。そしてジョン万次郎はセラム島でウィリアム・ホイットフィールド一家へのお土産を買いました。1849年10月、日本への帰国を目指していたジョン万次郎は日本近海を通る捕鯨船が見つからず、スイフとして船に乗り込み、帰国費用を稼ぐためにカイロでカリフォルニアの近郊へ向かいます。1850年5月、ジョン万次郎がカリフォルニアの近郊に入ります。ゴールドラッシュを利用して70日余りで600ドルを稼ぎました。その後、ホノルルへ向けて出発しました。ウィリアム・ホイットフィールドに挨拶しなければという思いもありましたが、会うのに半年程度かかり、帰国への流行る思いを抑えることができませんでした。1850年8月31日、ジョン万次郎がホノルルに到着し、
筆之助、五右衛門、ドラえもんと再会します。万次郎は日本への帰国計画を話し、筆之助と五右衛門は即座に賛成しました。しかしドラえもんは祭祀や大工の仕事があるため現地に留まることとなりました。また現地でお世話になっていたデーモン牧師から上海行きの商船サラボイド号の船長ホイットモアを紹介してもらいました。交渉の結果、日本近海まで乗船させてもらうことになりました。さらに上陸用の小舟をイギリス人から購入し、アドベンチャー号と命名しました。デーモン牧師はアメリカ領事に働きかけ、万次郎たちが遭難してから今日に至るまでの経緯を述べた上で、3人の身分証明書を書いてもらいました。万次郎はハワイを出発する前に、ウィリアム・ホイットフィールドに今まで育ててくれ、アメリカの高等教育をまで受けさせてくれたことへの恩と、感謝の気持ちを綴った書簡を作成しました。1850年12月17日、筆之助、五右衛門、ジョン万次郎がデーモン牧師に礼を述べ、サラボイド号に乗船し、琉球王国へ向けてホノルルを出航します。1851年2月2日、ジョン万次郎がホイットモアに頼み、キアン岬、現在の沖縄県糸満市の沖合でアドベンチャー号を下ろしてもらいます。その際、万次郎はトライモンに対し英語で書いた書簡を託しました。1851年2月3日、筆之助、五右衛門、ジョン万次郎がアドベンチャー号で、マブイマギリの、オド浜、現在の沖縄県糸満市オードに上陸します。3名は、オドの村人、村人に歓迎され、不可思議もご馳走されました。また、3名は持参してきた牛肉やコーヒーを火にかけ、その場で食してみせました。その後3名は、マブイマギリの番所、現在の沖縄県糸満市、米須の役人に航海術書、数学書、ジョージ・ワシントン伝記、地図、八分儀、コンパス、ピストルなどの所持物を没収されました。1851年2月頃、筆之助、五右衛門、ジョン万次郎がマブイマギリ番所から取り調べを受けます。役人からご飯とお箸を渡され、3名とも上手に使いこなしたことから、日本人であると認められました。その後は那覇へ向けて、真壁、現在の沖縄県糸満市、金城、現在の沖縄県糸満市、高峰、現在の沖縄県豊見城市、そして豊見城間切、現在の沖縄県豊見城市を経由して護送されました。しかし道中、3名が、キリスト教宣教師バーナード・ジャン・ベッテルハイムと会うことを恐れた鹿児島藩琉球王国の役人が豊見城間切に戻すように指示し、オナが現在の沖縄県豊見城市の高安家に幽閉されました。囚われの身ではありましたが、綱引きや猛遊びなどの行事に参加し、現地の人々と交流していました。かつて、琉球の、進行船が遭難した際、高知藩に助けられたことから、第19代第二少子王と琉球国王の正太陽は、3名を手厚く保護し、豚、鶏、魚、泡盛、衣服などの品目を送りました。はい。1851年8月27日、筆之助、五右衛門、ジョン万次郎が鹿児島藩に護送されます。以降、西田町下会所、現在の鹿児島県鹿児島市西田に留置され、交代で見張りに来る鹿児島藩の足軽から監視されました。第11代鹿児島藩主の島津成明の命により、鹿児島藩士は3名を丁重に扱い、毎日のように3階の新見加工で、共応、美酒を振る舞うなどして厚遇しました。また島津は田原直助と船大工数名を毎日派遣し、造船術、捕鯨術、航海術をジョン万次郎から学びました。さらに島津は3名を鹿児島城に招き、万次郎に対し直々に海外の情勢や文化などについて質問しました。その後、島津は万次郎とのやり取りを書簡にまとめ、長崎奉行所に報告しました。その報告を、第104代長崎奉行の内藤忠明が、第36代韮山代官の江川秀達に知らせ、最終的に万次郎の存在は江戸幕府に
認識されることとなりました。1852年8月10日、筆之助、五右衛門、ジョン万次郎が高知藩へ向けて長崎を出発します。1852年8月25日、筆之助、五右衛門、ジョン万次郎は高知藩に到着します。第15代高知藩士の山内陽道は万次郎から直接西洋事情を聞き取りました。その際、異国の服装で召し出し、見物しました。また、吉田東洋が取り調べを行いますが、3名が日本語をほとんど忘れていたため、取り調べができず、蘭学の知識のあった画家、川田松了を立ち会わせました。川田は、高知藩の許可を得て、万次郎を自宅に寄宿させ、日本語の読み書きを教育しつつ、万次郎から英語や西洋事情などを学び、聞き取りました。その後、川田は聞き取った内容を、表村記録として全4巻の書物にまとめ、山内に献上しました。1852年11月2日、筆之助、五右衛門、ジョン万次郎が宇佐に到着します。万次郎は母、塩と兄弟に再会しました。塩は溢れる涙を止めず、姉と妹は万次郎を失っておいた、苔むした墓石を抱いてむせみ泣きました。万次郎は以下のお土産を持参しました。一つ目が訪れたすべての海岸で拾った貝殻。これは母、塩に向けてですね。はい。次が鏡。これが、一番上の姉。そしてボタンを妹。そしてサイコロ一組を、一番上の姉の夫。そして、白砂糖の小さな袋を弟に。そして針、ハサミ、薬、本、地図もお土産として持参しました。以上です。